一般社団法人グローバルん玉ネットワークは、ん玉ワールドカップの開催や、ん玉検定の運営等を通じて、日本国内及び国際的なん玉の普及に取り組む一般社団法人である。国際的なん玉の普及、教育活動、ん玉に関する調査研究並びに出版活動、ん玉の世界大会の運営、ん玉検定、ん玉先生の発行、 剣玉の開発監修及び販売、パフォーマーや講師のキャスティングサービスなどを行っている。所在地は長野県松本市有家崎1-1-25。代表理事は久保田保二千2014年を第1回都市、剣玉の世界大会、剣玉ワールドカップを日本の剣玉の発祥の地とされる広島県八日市市にて毎年開催している。 初会地市の行政、観光協会、木材同業組合、商工会等からなる、剣玉ワールドカップ実行委員会と共同主催。正式名称は、ウッドワン剣玉ワールドカップ初日地年号2018年12月より、剣玉検定を開始。剣玉の遊び方をもっと知り、段階的に、剣玉のテクニックを習得する一助となるよう、開発されている。剣玉先生は、 剣玉の楽しさを伝え、発信するための指導員としての資格。資格は、剣玉の楽しさを伝えるための研修講座を修了することで得られ、剣玉検定の実施も可能となる。資格保有者は、剣玉先生 ID カードを保持する。5月14日を、剣玉の日として制定。2017年、一般社団法人記念日協会に正式登録。日付は、 現代の剣玉の原型となる実月ボールが広島県呉市の高草浜地市により考案され実用新案登録されたのが1919 19年5月14日であることから第68回 NHK 紅白歌合戦に出場する剣玉道4段を持つ演歌歌手宮間博が持ち歌の男の流儀を歌唱している間に宮間を合わせた計124人が 連続で剣玉を成功させるというギネス世界記録に挑戦した。しかし初年度は14番目の男性の失敗により記録達成とならなかったが、翌2018年は成功し、感動の一幕となった。そして3年目となる2019年、連続成功を狙ったが、チャレンジは失敗に終わった。ギネス記録の挑戦記録名は、ロンゲストラインオブピープルキャッチング A 剣玉ボールコンセキュティブリー直訳すると剣玉を連続してキャッチする最多人数。剣玉パフォーマンスユニットズカラマダンケと一般社団法人グローバル剣玉ネットワークの代表久保田多元が中心となり全国から参加者が集められ3日間にわたる練習リハーサルを経て剣玉ヒーローズと名付けられた精鋭でステージに立ち記録に挑戦している。 剣玉学、代表理事、久保忠もの著書、DVD で完全マスター。剣玉テクニック、監修、剣玉をお楽しむ、取材協力など、ありがとうございます。